ご市民に対するメッセージというか、最終的にですね、をいただければと思います。まあ、まだ一月残しておりますけどね、私の任期は4月29ということになっておりますので、まあ、そうは言いながらも、大体任期4年間、いろんな事業に取り組んできたかなというふうに思っております。まあ、そういった中で、1期目、立候補したときに市民の皆さんとお約束したことは、一つには、まあ、私立病院を、なんとか2つある病院を1つにして、効率がよく、そして、まあ、市民の皆さんが安心して病気になったとき、怪我をされたときに見ていただけるような、まあ、そういう病院を作りたいということでお話をして約束してきましたけれども、まあ、いろんないきさつがありましたけれども、なんとか予定通りというか、ほぼ予定通り、昨年の12月1日に開院できたということで、これはまあ市民の皆さんにはお約束を果たせたかなというふうに思っております。それからやはり一番大きかったというか、旧丸井前さん、それから小樽グランドホテルさんが、まあ、平成17年に、閉鎖をいたしまして、ずっと火が消えたような状況が続いておりましたけれども、ここもやはり稲穂1丁目、サンモール商店街の中の施設ということで、あそこのにぎわいをなんとか作りたいという、そういう思いが強くありましたので、これはなんとか今再開発が進められております。今年の秋にはおそらく新しい病院もあそこに新築移転すると、こういうようなことだろうと思います。それからまあやはり2008年ですかね、平成20年に、まあ、小樽は観光都市宣言をしたわけでありますし、やはり観光客がずっと落ち込んでいるような状況の中であって、いかに、観光客の皆さんを、多くの皆さんを小樽においでいただくかというような、あるいは海外からもどうやって多くの皆さんを小樽に来ていただくかということについて、まあ、取り組んできたわけでありまして、まあ、その中では特筆すべきはやはりクルーズ客船の小樽港への寄港と、こういうことが大きかったかなというふうに思っております。まあ、前年の平成25年については19回の小樽港への寄港でありましたけれども、まあ、昨年平成26年は41回クルーズ客船が寄港し、そしてまあおおよそでありますけれども、約6万人の乗降客、乗船客の皆さんが、乗降客で乗客と乗組員ですかね、の皆さんがこの小樽においでいただいたということで、まあ、今あらあらなところでありますけれども、それらの経済効果も、まあ、7億8千万、約8億ぐらいというような状況にありますので、まあ、これからもそういった面での市内の活性化、経済効果が多くあるような、そういったことに取り組んでいきたいなというふうに思っております。まあ、それから、まあ、子どもたちの学校の教育ということから言うと、まあ、一つは給食センターを勝内に設置を建設をいたしました。まさかいに建設をいたしまして、やはり子どもたちが楽しく安心して食べていただけるような、そういう食の環境づくりができたかなというふうに思っております。それからやはり東日本大震災における、校舎などもですね、やはり耐震化されてない校舎などもありましたけれども、まあ、子どもたちが安心して学べる、そういう教育環境ということから言うと、まあ、そういった校舎の耐震化についても一つ一つでありますけど取り組んできたところであります。まだまだしかし一方では積み残したこともありますので、これからご存知の通り2期目へ向けて取り組んでいきたいなと、こんなふうに思っているところであります。まあ、細かく言うとたくさんプラスマイナスあるんですけれども、以上のようなことで、あとは市長はカジノ誘致、まあ、含むあれだと報告を明言してきましたけれど、まあ、市長選を前に、今カジノ誘致についてどう考えておられるのか明確に。いや、まあ、私はカジノという言葉は一度も使ったことないんですよね。マスコミの皆さんがすぐその IR イコールカジノみたいに思っておられますけれども、まあ、私は IR の効果の方が大きいということで、まあ、そういうことで取り組んできたわけでありますけれども、
ただ、国の方もですね、この IR の法案につきましては、今通常国会では議論しないということでありますし、それから IR 法そのものがついても、おそらく今回、通常国会で議論されなければ先送りされるんだろうというふうに思っております。それはさまざまなご意見があるからだろうというふうに思っております。そういった中で、今回の通常国会で IR 法案が上程されないということになりますと、おそらくこの IR 法案もだいぶ先送りされるのかなというふうに思っております。で当初は安倍総理にしてみると、この IR 法の設立については、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、なんとかそこまでに設置をしたいというお考えがあったんだろうと思いますけれども、これはおそらく2020年の東京オリンピック・パラリンピックには間に合わなくなるんじゃないかというふうに思っております。それからもう一つはですね、最近でありますけれども、もし仮に IR 法案が成立して、IR 施設を作るとなれば、横浜、大阪ということを言っております、国の方ではですね。これは決定という、そういう意味じゃありませんけれども、国の方ではそういうお考えがあるということは言っておりますし、それからいわゆる IR 法の上程する議連の方も同じようなご意見があるんだろうというふうに思います。でこれはもう5年も10年も前からですね、IR 法案の IR の問題につきましては、当面1箇所か2箇所というような言い方をしております。ですけれども、それまでは今回、年明けてからこの横浜、大阪というのは初めて出てきたところでありまして、全国いろんなところでこの IR の誘致については活動しているところだろうというふうに思っております。でそれが横浜、大阪ということになれば、おそらく仮にこれをやるにしてもかなり遅いと思います。でそれを仮に2つやったとしても、その次の3つ目、3箇所目以降については、さらにやっぱり10年とかそんな先になるんじゃないかなというふうに思っております。で実は昨日内閣の山口大臣が小樽においでなって、北海道無理だねっていう、そういうようなお話をされておられました。私もそういう状況であれば今回の IR の問題については少し様子を見る必要があるかなとこんなふうに思っているところであります。ですからこれから2期目の仮に市長ということになったときには私としてはそこのところは様子は見るけれども誘致の活動とかそういったことはするつもりはありません。そういう状況であります。市長の支持、有力支持母体である商工会議所は、先週の総会で、IR 活動、誘致活動を、継続するということを決めておりと確認してますけど、それについてどうでしょうか。それは私、商工会議所から何の報告を聞いておりませんから、よく分かりませんけど、仮に商工会議所がそういう意向であったとしても、私としては、行政としてはそれは考えておりません。そうすると今度の選挙の争点にはならないという、いや最初からするつもりありませんから私は、それは前からお話しておりますようにこの IR 法が正式に法制化されてその IR 法の中身を見た上で私は小樽にとって必要なのかどうかということについて取り組んでまいりたいというふうにお話ししておりますけれども、最初からそういうつもりはありませんので、ですから IR 法案が出てるんであればねまた別ですけれども、それは出てない中で IR 法については私どうこうというつもりはありません。そういうふうな気持ちで今までも取り組んできておりました。IR 法案が出てくればまた考えるということ。ですからそれはおそらく先だいぶ先だろうというふうに思っております。それからもう一つは先ほど申し上げましたようにもともと議連を含めてIR について推進してきた方たちも国会議員の皆さん方も当初は1か所か2か所というふうな言い方をずっと言い続けてきておりますから、そういった中ですでにその1か所か2か所の候補地が出たということは3か所目以降についてはかなり先だろうというふうに思っております。ですからそういった中で言うと現状その IR の誘致の活動というのは非常に難しいと思っておりますので、それはしないということであります。
次期4年間は次第という当然はい結構です、はいはい、先ほど今の関連ですけど、うん、その山口さんの昨日のそのお話なんですけど、北海道は無理だねっていうのは、その小樽のみならずその道東や苫小牧含めて初期的にもかなり北海道に来ることは厳しいだろうというような見通し、まあ、そこまでは申しておりませんでしたね、うん、ですからこれはマスコミでも報道されている通り、IR については横浜市、大阪市ということで言われておりましたので、この2カ所がある程度候補となったときには、これはあくまでも決定ではないにしても、私としてはかなり決定に近いそういう土地なんだろうと思っておりますのでね。ですからそうすると北海道というのは、まあ北海道だけじゃなくて他も含めてかなり10年とかそれ以上の先になるのかなというふうに思っております。そういった中でいうと北海道というのはやはりかなりあと優勢順位でいうと後なのかなと、そんなふうに思っております。じゃあ、柳さん、話を変えてしまって申し訳ないんですけど、明日3月31日に小樽ドリームビーチの撤去期限、まあ、最初の撤去期限、まあ、悪天候などにこうで工事が行えない場合に限り延期してもいいっていうふうに言ってますけど、まあ、現実今日もすごい天気ですし、まあ、その最初 の撤去期限が明日で迫ってますけど、今のまず今のちょっとご心境を。まあ、私ちょっと現地行ってますので、ちょっとごめんなさい、何とも言えないんですけれども、基本的には、まあ、その今年、まあ、雪が多かったということもありますし、まあ、そういったことの中で撤去できないということであればいつまでに撤去するというそういうようなお話だから、3月31日ではなくてね、まあ、4月か5月かそれは分かりませんけれども、そういった状況の中でそれをきちっとをやっていただければ、この27年度については強化していきたいというふうに思っているところです。これは私と道との話し合いもそういう形に今進めております。今出てきた道との話し合いというのはどういった話し合いをされているんですか？土地は道の話ですから、小樽市がその今の建物の設置について一旦解体をして新たにまたその設置するということであれば、実際には3月31日過ぎても市としては許可をしていきたいという話を道の方に言っております。ですからその時は道も同様に土地の利用について、まあ、小樽市と補地を合わせて許可をいただきたいというそういうことをお願いをしております。組合さんの方では44棟、まあ、壊れているのも含めたら44棟あるものを全て撤去するには、まあ、総額でおよそ7000万ぐらいかかるという見積もりを出されたそうなんですけど、ちょっと今現状そういう余裕がない。で、今年は海の家をそのまま使わせてほしいという要望はもう飲めないということでございます。そうです。その場合は海水浴場がオープンできないというふうに。それは今申し上げたようにそれが撤去してまた新たにをできないんであれば私も認められないということですから、ただまあ一般の方は海水浴場として利用するのはそれは別にいいんじゃないですか。海辺で遊んだりなんかは、ただし安全は一つ確保しないといけませんし、そのためには例えばまあトイレの問題だとかいろいろとやらなければいけない問題はあるのかもしれません。そういったことはある程度整備していきたいとは思ってますけどね。市がはい、トイレであったり、うん、だからそれが何がどうなのかっていうのはちょっと分かりません。向こうもまだはっきりやらないと言ってないわけですから、ですからいろんな状況の中でやっぱり判断していかなきゃいかんだろうというふうに思いますけど、今おっしゃるように海水浴場として認めるのか認めないのかっていうこととはまたちょっと違いますからね。安全性を確保する方向で市でも準備を進める。いやだからそれは今の組合がどういうような行動でどういう形にされるかっていうのはまずしっかり話し合っていきたいというふうに思います。わかりました。はい、はい、じゃあ前に、あ、ごめんなさい、前にさん、あ、いいですか、いや、次さんか、すいません、今の問題絡んでますけども、4月か5月って話もありましたが、仮に組合側から明日
5月までに撤去した場合、撤去できるという方針を示された場合、それも5月でも6月でも時期というのは区切りは設けてないんですか？いや、あの具体的には何も言ってないんですけれども、あくまでも3月31日というふうに申し上げておりますけれども、ただいろんな状況の中で、それが4月1日だったらノーかというと、そういうことではないということを今申し上げているんです。ですから、まあ、組合さんの方から4月の何日とか、あるいは5月の何日とかっていう、そういうお話があったときには、それはお話として聞いて、そしてそれがきちっと約束が守っていただけるんであれば、新たな海水浴場の利用については認可をして、認可というか承認をしていきたいということであります。だから6月とか7月何も今のところ私どもは区切ってませんから。前に協議されていた、まあ、雪解けと天候条件ということではなくて、はい、向こうが海開きまでに撤去するっていう日付を設けてきた場合、それを認める方針。まあ、どこまでも認めたらいいかというのは、ちょっと私も協議して決めたいと思いますけれども、まだ今のところそこまでの協議になってませんから。で、組合の方は3月31日というのは、いろんな気象条件の中でいうと、ちょっと厳しいものがあるということですから、であれば、厳しい状況であれば、いつまでにどうできるんですかということを話し合っていく必要があると思いますけどね。だから3月31日を過ぎたらもう絶対ダメだという、そういう思いはつもりはありませんということです。はい、すみません。また回答期限までに協議が進まなかった場合、撤去勧告等ということもありますけれども、その先に刑事告発等というのは視野になります？誰が？市が？いや、特に今のところは、担当いるかな。はい、刑事告発だとかっていう刑事の法律の裁判の話で、はい、現在4月1日以降に、まあ、建物が残っていた場合には行政指導の中で除却勧告を行っていきます。まあ、それで、除却されない場合には、まあ、建築基準法の命令をかけて除却というようなことができることになっているんですけれども、その辺は今後の相手方の話し合いでしょ、話し合いということで考えております。それでいいですか？はい、はい、はい、マリさん、はい、NHK さんの質問にちょっと関連してなんですけれども、先ほどもし仮に組合側がその回答とかせずにこう海が開けないような状態になってしまう恐れがあった場合、その市としては市民じゃなくて、まあ、海水浴の方が遊べるような環境を整えたいっていう方針を持ちということ、それは持っておりますけど、何をどういうふうにしたらいいのかっていうのはこれからの話ですね。そうそうそう、はい、ただ、まあ、あと見開きまで3ヶ月ぐらい、結構時間としては短いと思うんですけれども、その、まあ、相手側にじゃあいつ頃までにそういう回答するのかとか、その期限的なものはどのぐらいだとか。いや、できるか早くでしょ。本来であれば3月31日までっていうふうに組合の方に申し上げてるわけですから、ですからそれはずる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 はできませんでしょう。だから早くやってほしいという思いです。ずるずるずるでしょう。それがあるので何月ぐらいまでを結論の目処にしているのかなというのをちょっと考えます。それは向こうの方でそれが撤去して新たに作って、それで海開きできるような状況ってのは向こうも大変でしょう。向こうもだからそれはやっぱり急がないとダメじゃないの。ああ、だからそれは3月31日というふうに申し上げてますから、それが超えるんであればいつ頃までかっていうのはこれからやっぱり話し合うっていく必要はあると思いますよ。そのままでは今年度の営業は認め、そのままではね、今年度の営業は認めないと。認め、それは認めません。それは認めません。はい、はい、チケさん、確認なんですけど、今おっしゃったその今年度は今の海の家、今年度以降は今の海の家を使わせないと。ただ前回の協議で市が回答したように悪天候などで工事が行えない場合に限りっていうのは、実質的にそれはやめるっていうことでいいんですか？撤去され次第に新しいその建物が建ち次第に今年度のものを認めるっていうのであれば、実質的に悪天候で行えない場合に限りという一文は意味をなさなくなってしまう。まあそれはいいでしょう。それはいいでしょう。実質的に組合が撤去する日を決めればその日が期限ということになる。組合側さんの方で
撤去する日を示せば、うん、その日が撤去期限になりうる。だからそれは話し合いですよ。私は要するに何でもかんでも社地上位に3月31日で区切ってしまうということではなくて、その時の状況を見て、それは気候の問題だとか雪の問題なんかを想定してたんですけれどね。だけれどもそうは言いながら、まあ、いろんなその雪解けで土壌っていうか地盤が良くないとかいろんなことがあると思うんですよ。だからそういった中であまりそういう借地定規ではなくて、3月31日とは申し上げたけれども、それを超えても組合の方がしっかり対処してくれるんであれば、それは市としては認めていきましょうということです。組合さんに一定程度の配慮をしたっていう形になる。そりゃそうです。わかりました。はい、はい、どうした。北海道新聞の中野です。今のその、まあ、お話の中であったんですけども、ちゃんときちんとそのまず海水浴場のまず認可って市じゃなくてどうだと思うんですが。それは土地の、うん、そうですよ。だけども建物は市ですから。建てるっていうことですね。はい、で、もしですね、その、まあ、今仮にっていう話で、このまま撤去されなかった場合、海水浴客が集まってくると。で、その時に市として海水浴場を設置して、市として、まあ、何らかの安全対策だったり、まあ、トイレだったりっていうのを市としてやる方針だっていうことですか。その今の組合が海水浴場を開設できないということになった場合ですよ。仮の話で恐縮なんですが、じゃあ市として海水浴場の最初の設置許可っていうのは道庁に出すわけですけども、それを市がやれるかどうかも分からないですけど、まあ、たまに市営とか村営っていうのはあるので、市がやってそれなりに環境整備も市がやるっていうことでよろしいんでしょうか。それはどういうことをやるかっていうのは別にしてね、はい、まず道路の整備をしないといけませんからね、今、はい、柵をつけて、はい、まだ道路の工事はしてないんでしょ、あそこ。はい、してないね、はい、それからあそこもし海水浴場として認めてるんだったら最低トイレだとかなんかそういうのも必要なんでしょう。どうなのあれは。んいないか、まあ、いずれにしてもあそこは海水浴場として認めるのは同調ですから、うん、まあ、そうなった時には海水浴場として認められればそれなりの安全対策としなきゃならないですけども、認められなければ普通の、まあ、浜と同じような形ですけども、うん、だからといって市として見てみぬふりはできないということで考えていかなきゃならないと思います。それはすみません、その市が海水浴場のを運営するっていうような申請を出すんじゃなくてっていう。あ、市は出しません。市は出さなくて、ただ皆さんが集まってきてそこで海水浴を楽しむことについては市はダメっていう言い方もできませんから。その国有地の普通の浜だから、うんうん、ただ人が集まってきて何かあるようで、だからそういう状況の中で言うと例えばトイレが必要だねとかそういったことについては考えていかなければいけないということで、まあ、少なくともあそこで海水浴の皆さんが安心して安全に、まあ、それはどこまでやればいいのかっていうのは難しい問題ですけれども、そういったことについては市としてはやっぱり取り組んでいかなきゃいかんだろうというふうに思っております。はい、分かりました。ただこれから組合との、ね、話し合いは大事だと思います。これからもちろんそれは変わるけども、うん、もし組合が仮にですね、うん、そのまま新しく海水浴場を開けないということになった場合、そして勝手に人が集まってきたときにはそれなりの対応をするという。北川さんよろしいですか。北川さんよろしいですか。はい、はいはい、その他ございますか。いいですか。はい、はい、次期市長選での展望というのはどのように。まあ、今やっぱり小樽の抱えている問題というのはたくさんありますけれども、先ほど4年間の話をご質問いただきましたけれども、まあやはり人口問題が大きいんだろうというふうに思うんですね。ですからやっぱり人口問題をどうやって取り組んでいくか、この人口減少問題ですね、これをどう取り組んでいくのか、これは今人口問題対策会議を設置しておりますので、まあそういった中でいろいろと議論していきたいというふうに思いますけれども、まあ、いかんせんやはり少子化が大変進んでいる、高齢化が進んでいるという状況です。まあ、高齢化率も2月末でいうと 36.16% になってますかね、
こういうような状況です。それから、まあ、少子化については、まあ、昨年平成26年の1月1日から12月31日までに生まれてきた赤ちゃんの数っていうのは623人ということでございますんでね、やっぱりこの少子化、産む環境、それから育てる環境、そういったことについてもやっぱりしっかり取り組んでいかなきゃいかんというふうに思っております。これがひいてはやっぱり経済にも影響してまいりますし、いろんなことであります。それからまあ人口問題に取り組むには雇用の場を作るということも大事ですし、雇用の場ということになってくると、まあ、先ほど会社訪問を30社お邪魔しましたけど、それぞれ既存と会社の活性化といいますか、活力っていうか元気を出してもらって、そしてその既存の会社に雇用をしてもらうということも大事だというふうに思います。それからやはり企業誘致ということも本当に大事な問題になってくるだろうと思いますけれども、こういった観光客の入り込み数を増やすことによる、まあ、物販店それからまあ飲食店だとかもやはりそれだけ多くなってくると雇用が生まれてくる、まあ、全てその人口減少問題をどうするかというのが大きな大きな問題だと思いますので、まあ、これに付随するいろんな政策というかいろんなことをやっていかなきゃいけないんでありますけれども、まずは人口減少問題にどう対処するかということをこの2期目の大きな取り組みとして私は取り組んでいきたいなというふうに思っております。選挙そのものの展望はどうですか？それは分かりません。いや4月30日やるって書いてありますから。え、4月30日次回それは私じゃないですよ。それ毎回毎回の話ですから、やってます、やってます。それは私がやるということじゃありませんから、まあ、要するに市としての定例記者会見が4月ということですのでね、それは私は、はい。はい、その他ございますか？はい、どうぞ。読みしんです。まあ、カジノの話がですね、こういう形で、まあ、なかなか厳しいで、活動も凍結されるということになると、市長選の議論の対立の軸というか政策的なですねものがなかなか見えづらいという懸念もあるのかなと思うんですが、まあ、市長は人口減ということですね。まあ、あえてこう思わない人口減というのは政策見るのかなと思っていて、まあ、中身とかね、まあ、細かく見るのが違うんですが、面のこうそうすると大きい対立軸政策的なものというのは何かありイメージ私は相手が何を言ってるか分かりませんから、見てませんから、あくまでも私としてこれからこの2期目の4年間どう取り組んでいくかということを皆さんにお話しているだけであって、相手がどういう言い方をしているか、どういう取り組みをしているのか、どういうお話をされているのか全く分かりませんので、大陸軸とかそういうことは全く分かりません。あくまでも私がこうしたいということを今皆さんにお話しているだけでありまして、相手がどういうことを言っているのかも分かりませんけど、時々まあマスコミで見るとカジノ反対みたいなのだけはちょっと見えてますけれども、私は別に公約の中で言うと、公約というかまあ皆さんの取り組みの中で話の中で言うとカジノ賛成って言ったこと一度もありませんですから、あくまで私は今までも IR の問題について取り組んでいきたいというふうに申し上げているだけでございますんでね。ですからちょっと相手がどういうお話をこの選挙に向けておっしゃっているのか私よく理解しておりませんので、あくまでも私が思っていることを市民の皆さんにしっかりとお話をしていきたい、こういうふうに思っております。はい、前回主戦だときに加わって財政再建をかなり歌ってた、財政再建の建図が分かってました。はい、それについてどれだけ4年間やり終わってどうだったのかどうだったのか。まあ財政再建については、やはり何でもそうですけれども、家庭でもそう、家計でもそうだと思いますけど、お金なかったら何もできないわけですよね。でそういった中で言うと、まあ、市の財政状況はもう大変な状況でありますし、いわゆる皆さんもご存知の通り、財政規模の2割の赤字になったら財政破綻、財政再生団体になるということは、これは国も言ってる話であります。私ども小樽市の財政規模というのは、まあ、アバウトでいうと約300億だろうというふうに思っておりますので、その財政規模の300億の2割が赤字となれば、これはまあ60億ぐらいだろうというふうに思っております。
ですからその60億になった時には、赤字が60億になった時には、財政再生団体というような言い方をされておりますので、それには何としてもならないように取り組んでいかないというふうに、取り組んでいかなければいけないというふうに思っております。そういった中で、まあ、私が市長に就任した時には、一般会計の累積赤字は解消したと、こういうような表面の数字になっておりましたけれども、しかし一方では基金ですとか、あるいは高い景観の借り入れというのは約55億ぐらいあったわけであります。これは決して一般会計の赤字とは言ってませんけれども、まあ、実質一般会計にお金がないからそういうような状況であるとすれば、何としてもその高い景観の借り入れ、基金間の借り入れを解消するのが、まずは財政の健全化の一歩だろうというふうに思っておりました。ですから、まあ、これは国の方も別に累積赤字というふうに見てるわけじゃありませんからよろしいんですけど、でも実際に一般会計にお金がないからそういうふうにしてるんであってね、これは何としても解消しなきゃいかんというふうに思って取り組んできました。したがいまして、私が市長に就任した以降、高い系脱とか基金からの借り入れをなくして、それぞれの予算を編成してきた状況にあります。ただの1円も高い系基金からの借り入れをせずに取り組んでいきました。まあ、それだけで、市民の皆さんから言うと、やはりその収入がない、お金の中で、事業をしていかなきゃいかんということですから、大変市民の皆さんにもご苦労ご迷惑をおかけしたところがあるかと思いますし、まあ、職員もそうでありますけれども、まあ、その結果、その高い系からの、高い系基金からの借り入れというのは、この4年間で17億ぐらい減少しましたかね。だけどまだまだゼロになったわけじゃありませんので、これからもそれの減少に向けて取り組んでいかなければいけない、こういう、これが誰が市長になったとしても話でありますけれども、取り組んでいかなければいけない状況だろうというふうに思っております。まあ、今年度というか27年度の予算編成をするにあたっても、なんとかそういうことのしなくてもいい形で予算編成していくわけであります。ですから、まあ、これから、まあ、市民の要望であるのかもしれませんけれども、医療費の問題だとかいろんなことをですね、無料にするとかタダにするとかっていうことをやっていったら、あっという間に財政再生団体になるんではないかな、こんな思いでいっぱいであります。ですから、まあ、どなたが市長になるかは別にしても、やはりそこのところはしっかりこれからも取り組んでいかなければ、全国で、まあ、今ただ一つである夕張市のようにですね、財政再生団体になっては何もできないことになりますのでね、そこだけは避けていきたいと思うし、やっぱり財政の健全化に向けては、高い系あるいは基金間の借り入れをなくすることが大事だろうと、こんなふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい、はい、その他ございますか。もう言っていいですか。はい、今財政再建の上で病院の収支がね、非常に大きな一般会計の負担になっているということはありますけれど、新病院ができて、まあ、4ヶ月、この3月いっぱいで4ヶ月、まあ、12月からまあ2月いっぱいまでの月別の報告は当然、市長さんのところに届いていると思いますけれど、その収支状況やなんかはどうなっているんでしょうか。まあ、それほど大きな心配することないだろうというふうに思っております。患者さんもだいぶ増えているようでございますし、ただ、まあ、これからはですね、小樽市立病院単独ではなくて、やはり市内の済生会病院さんとか、育成会さんとか、協会病院さんとか、こういう医療機関の連携の中で、市民の皆さんが安心して医療を受けられるような、そういうような体系は作っていかなきゃいかんというふうに思っておりますけれども、まあ、現在、市立病院が12月1日に開院した後のですね、まあ、現地病院行ってみていただければよく分かりますけれども、本当に患者の皆さんもたくさん来ていただいておりますし、それからまあ安心して見ていただけるということで、大変感謝の言葉を私のところにはたくさん頂戴しております。まあ、趣旨的に言うと、これからもまだ4ヶ月ですから、実質これから借金始まるまではまあまあいいと思いますけど、借金始まったらなかなか大変な状況も出てくるかもしれませんけど、ね、借金返済ね、うん、借金返済がスタートするとね、ですから、まあさらに効率化であり、市民の皆さんが安心して
見ていただけるような、診療を受けられるような、そういう病院づくりに、まあハードの部分はもうあれで、ね、しっかりできてるのかなと思いますが、あとはソフトでしっかり取り組んでいくことが大事だと、このように私は思っておりますし、病院局の方にもそういう話はしております。